こんにちは。今日はお出かけする時のバッグの中身を紹介します。いつも使ってるバッグがこちら、ジャンドのトラベルサッチェルです。こちらフロントの部分がスウェード素材になっているので、使えば使うほど味が出てきます。ポケットはここに、外側に一つ、中がまず一番外側に一つ、その中に二つで、もう一つ内側にチャックがあって、メインのポケットがあります。そんなに大きくないんですけれども、ポケットがいっぱいあるのですごい使いやすいです。つけてみるとこんな感じです。ショルダーバッグなので、物を出し入れするのがすごい楽なので気に入っています。中身を実際に出していきます。まず外側にはモバイルバッテリーが入っています。それで外側のポケットには鍵があります。でメインにはまずは MPU のお財布が入ってます。あとは iPhone 8 Plus と、ハンドクリーム、バッグの中身はこれで以上です。お出かけするときはすごい歩くので荷物をなるべく減らしてます。あとはカメラを持ち歩いてます。これは富士フィルムのカメラで、街をスナップするときによく使います。いつもここのネックストラップの部分はすごい短くしていて、首から下げていつでも撮れるようにしています。だいたいこのカメラとバッグと今撮っているカメラの3つでお出かけすることが多いです。財布しか持っていかないときはこちらのポーチを使っています。こちらは生地がコーデュラを使っているのですごい丈夫です。ポケットは1つと、メインが1つの2つだけです。つけてみるとこんな感じです。こちらもポーチなのですごいですが、しやすいです。ただお出かけするときは荷物が入りきらないので、こちらはあまり使ってないです。ジャンドのトラベルサッチェルは 2,3 年ぐらい探していて、ずっと在庫がなかったものなんですが、最近フリークスストアでこちらのジャンドを扱っていたのですぐに買いました。色が3色で、価格がだいたい5000円ぐらいで購入できます。今日はお出かけの際のバッグとその中身を紹介しました。少しでも参考になりましたら高評価とチャンネル登録をお願いします。